内山交渉老子提唱消防現像供養諸仏第3回昭和58年8月22日信州塩尻無量寺にて収録。法華経に曰く、法華経に曰く、もし人闘病法蔵及び画像において、手工万害をもって刀身にして供養し、もし、もしは人をして額をなさしめ、服を打ち角梅を吹き、焼着金空合美は尿道発、格のごときのもろもろの妙音をことごとく辞してもって供養し、あるいは歓喜心をもってかばいして仏徳を受し、ないし一生音せん、皆すでに仏道を上行き、もし人三段の心にして、ないし一芸をもって画像を供養せんも、ようやく無数の仏を見立て祭りき、あるいは人あり大拝し、あるいはまたただ合唱し、ないし一種をあげて、あるいはまた少しく程度して、これをもって像に供養せんも、ようやく無量の仏を見立て祭って、自ら無上道を乗じて広く無数の種をどしき、これすなわち三世諸仏の長寧なり万世なり、剣を見ては等しからんと思うの妙理精進すべし。いたずらに光陰を渡ることなかれ、石頭無才大師いわく、光陰むらしく渡ることなかれと、格のごときの功徳皆成仏、過去現在未来同じかるべし、さらに二あり三あるべからず、供養仏の因によりて差仏の化を領ずる人格のごとし、龍樹祖師曰く、仏化を求むるがごときは一芸を三端し、一能母を称し、一年功を焼き炊き、一家を無言す、格のごときの商業は必ず差仏を得ん、これ一人龍樹祖師菩薩の諸説というとも奇妙し、立て祭るべし、いかに万や大師釈迦牟尼仏の説を龍樹祖師昇殿雇用しますますなり、我ら今仏道の宝山に登り、仏道の崩壊に入りて、幸いに宝を取れるもとも喜ぶべし、皇后の区仏の力なるべし、必ず差仏を売ること疑うべからず、欠場せるものなり、釈迦牟尼仏の諸説格のごとし。また次に松陰大化あり、松陰大化松陰大法あり、仏道を求むるがごとき一芸を三端し、一芸を三次、ひとたび南無仏を称し、一年功を託く、必ず差仏を得ん、いかに万や諸法実相の不生不滅、不不生不不滅を文字して、因縁号を行事しせざる親、世尊の諸説格のごとく明らかなるを龍樹祖師親しく昇殿しましますなり、状態の禁煙昇殿の相乗あり、たとえ龍樹祖師の諸説なりとも、よしの説に必須でからず、世尊の諸事を昇殿ルフしましますに追うことを得たり、もとも喜ぶべし、これらの小経を乱りに東土の凡師の古説に肥料することなかれ。まあそこまで。この法華経、法華経、これは方便本の言葉ですね。もし人闘病法蔵画像において結構万害をもって狂心に供養し、
まあ、あの闘病っていうのは本当は闘っていうのはね、あのあれですね、あのこう塔を建てるでしょ、あれはねお釈迦さんの舎利をね祀るのがあの始まりなわけですね。それでその塔、それから宝像、画像、まああのお仏像だとかあの仏さんの絵、それにあのお花や香を焚いて、それから番外の、まあ、それも番外はないかな。その、そういうのをあれして狂心に供養し、そしてもしは人をして楽をなさしめると音楽が鼓を鼓を打って角梅を吹き小着金空語琵琶尿道発、まああの、三十三元堂に行くといろんなこうあれがこうピューってね吹いてるあれ像やなんか模型がある、ああいうようなね、あのそれからこうピューって言ってあの小だとかね、ああいうんでしょ。で琵琶尿道発、格のごときの諸々の妙音ことごとく辞して持って供養し、あるいは歓喜心を持ってカバイして仏徳を受しって、まあご縁からみたいなもんもそうなんだろう。それで内視一小温泉、みなそのすでに仏道を上手きって、これねあの我々の宗門でもなんていうかね、あのあの歌うじゃない、あ唱名唱名っていうのがあるよ。その本当はねあの大原の三千院あたりがあの本場なんだね。だけど宗門のあの唱名っていうのはまあその点あの後になってできてからね、あの昔のは非常にその厳かにやってるわけだけど、だんだんこうあの時代に合わせてっていうと曹洞宗の場合なんかは非常にこうあのその後みんな人間がその薄っぺらになってるわ。だからまあ薄っぺらいその照明になってくるわ。だから柿節っていうね、あの照明にこう柿節があるわけですね。だけどやっぱり真言宗や天台宗あたりの柿節は本当に複雑だ。ところが宗門の書き節なんか簡単だ。で、まあ、だんだんそういうのは簡単になって、その代わり、なんていうか、寮で行くかね、あれするから、威勢よくやるから、時代に合うんじゃない。それで、まあ、そういう、そういうことをやっても、みんな仏道を常時期、これまあ法華経を読んでるとこういう話が、あのだいたい法華経っていうお経はね、あの仏陶信仰からあの始まったっていうからね、大乗仏教っていうのはね、で仏陶にこういろんなたくさんの信者たちが集まって、それから始まってるらしいんで、あの非常にこう宗教的行事っていうのは非常に華やかにやってるわけです。でもし人三段神をにしてないし一芸をもって画像に供養せんもようやく無数の仏を見立て祭りき、だから仏さんの前にお花一つ備えてやっちって言って、やがてねそれが無数の仏さんをね見立て祭る因縁となるというのね。あるいは人は捨て礼拝し、あるいはただ合唱し、ないし一種をあぐるを、あるいはまた上げて、あるいはまたしばらく停止してこれを持って像を供養せんもようやく無量の仏を見立て祭り、自ら無上道を成就、広く無数の種を土式と。これまたいつでも私は自分の話ばっかりしてて申し訳ないけどね、あの私のおふくろはね、あの
あれですね、いわゆる既成宗教的なあの仏さんにこういろんなものを供養したりなんかするっていうのね、あの毎晩お経、あの観音経もあげるし、それからあのお花だとかお茶だとか、それからご飯だとかっていうのね、毎日それはもう欠かさずにやってた。それに対して親父は親父とおふくろと非常に対照的なんです。親父は仏さんの前、お仏壇の前に拝んだことなかった。で、お父さんはどうして拝まないんだって、まあ、私ちっちゃい時そういう、俺はしょっちゅう拝んだよって威張ってた。それでその形だけじゃないんだって言って、そういうことをね、まあ、ちっちゃい子供の時から私の親父は非常にその点なんていうかな、既成宗教を破壊するような話ばっかり してたわけですね。そのくせ、まあ、昨日も言ったように仏教っていうものに対しては非常なその絶大な信頼感を持ってたらしい。 それのこう愛の子でしょ、私がそれだからその辺があれなんだね、まあどっちかっていうと親父に近い。そこに持ってって私のついた沢木老氏がさそのやっぱり既成宗教を破壊する方だ、それでもってそのいちいち普通のお盆さんのやるようなそのありがたそうなことは全くしないっていうねことに、沢木老氏は私に対してはね、あんまりその既成宗教的な盆さんになることを好まれなかったようなことをね、私はまあ思う。というのは大中寺3年間の間はそれこそ一生懸命お経を稽古して、それでまあ私も盆さんになった限りはね、お経をまず読めなくちゃいけないんだと思って一生懸命になってお経を稽古したんですよ。そして大中寺が追い出されちゃってから、直接に、まあ、沢木老氏の指示でもって島根県行ったり静岡県行ったり、そして今度丹波の十法寺っていうのをね移ったのが昭和21年だったけど、それから以後はもう沢木老氏と一対一でいつでもあれしてたんだけど、私がお経を一生懸命やってると、こんなつまんないことすんなってそういうあれだから、それだからそれ以後とうとうお経を読んだ読まなくなっちゃったわけ。それからまた普段でも沢木老氏が、まあ、帰ってこられるから衣を着て出てくるじゃない、衣を取ってこいって衣を取って脱いで老師の前に行くっていうことになっちゃって、ね、結局の話だから普段私だからその頃昭和22、23年の頃から以後、普段もう衣を着ないのが普通になっちゃった。おかげさんって衣屋さんに全然縁がなくてこれだって沢木老氏のお古いそれだけだでもって、私は一緒の間に衣屋に衣注文して高い衣買ったことある。もう沢木老氏のだけでもって済ましてんだでその点はねありがたい。でとにかく沢木老氏だから照明っていうんでもね、大中寺の頃は一生懸命やったんだ。ところがそれから以後は、いやそれがね悪かったのはね、沢木老氏が照明をやるって言った、私が親父から聞いたね、失態照明愚僧の役って言ったそういうことをちょっと口走ったからそうしたらもうそれから以後もう絶対に照明なしそれでもって結局こいつはもう既成宗教的坊主には仕立てないってもう決めたんじゃない。だからまあ私自身も本山へ行くって行かないかって言って沢木老氏言われたことあるんだけど、私はまあ沢木老氏に着くんだから他のとこ行かないって、それでずっといたわけですね。それから今だから騒動っていう騒動履歴がないもの、私はで騒動履歴がないからね、本当だったら住職資格ないんです。それで安泰寺だって沢木老氏が
亡くなられたら沢木老師が言ってたもんね、この安泰寺は俺の寺じゃなくて、ただ俺は仮で入ったんだから、俺が死んだらお前はここ出てけよって言うんだ。だからはいそうしますって言って、何沢木老師が亡くなったら還俗すりゃいいだって言ってたからねところが沢木老師が亡くなられて病気になられる頃から、どうもお前俺がのあとこの安泰寺をお前が継がなくちゃなんないようだぞって言われたんだね。本当はその安泰寺っていうのはね、境内こそ2500坪あるけど全く一門も入る寺じゃないんだから、沢木老師は魔法をあれして歩いてね、だからお金もこう回ってくる、だからその屋根の修理やなんかもできるけど、私はまあ解消がないから、これとてもじゃないけれどこの寺はお守りはとてもできないと思ったもん。だけどお前があれしなきゃなんないぞって言われると、これ一体どうしたもんかってね、しばし考えたね。で結局の話、何これ安泰寺だって禅寺だ、座禅しすぐしゃいっていうそういう気持ちになって、座禅だけは一生懸命やろうと、まあそういうつもりでいたんです。そして沢木老師がとうとうもう亡くなられる、1年ぐらい前かな、隣の原稿庵の北条さんがね、あとはまだ住職資格持ってないで、老師がこの際あれしてもし宣言されたらまた安泰寺で幽霊寺になっちゃう、なんとかあとは住職資格取っておいてくれなくちゃ困るって、ちょうどわしが宗務所長やってるし、でわしのその友達が今宗務総長やってるからだからちょっとあれして頼んであげるからで、それでもって頼んでくれて、それでまあ最低の住職資格だけつけてもらった。それから以後さっぱり上がれしだけどそれは当たり前だ、私盆さんの芸師何も知らないんだ要するに法式法要っていうのね、全く知らない、盆さんとしての常識がないんだから、その坊主資格がないのが当たり前と思ってる。でそれで言いながらね、何寺院講習とかなんとか講習っていうね、布教師講習とかっていうの、その講師には引っ張り出されてる要するに最低だ。でまあ老師が亡くなってから10年安泰寺にあれしてね、そしてまあ初めから私もう52、3の時に老師が亡くなったんだから、だからもうあと10年がせいぜいだと思ってね、それでまあ10年っていうんで昭和50年には隠居するって言って、初めからそう言って、まあお礼奉公ってことがあるからね、私は一旦その盆栽になった限りやっぱり仏弟子を残すっていう、仏弟子の種を残すってことはやらなきゃなんないと思ったもんで、それで10年間安泰寺にいらっしゃる。でまあおかげさんと、まあ、仏弟子たくさんできたから、まあこれで結構って言うんで、それでもう隠居するってやつ、だから隠居した時点じゃもう還俗した気分だそれでまあ惰性でもってちょっとね頭取ってるしそれで衣もちょっとね、これね頭取ってるってやつはいいんですよ、床屋代いらないもう本当に安全カミソリでシュッシュッってやってきたら手で済むんだそれであれでしょ、普通だとこうなんかいろんな例えば結婚式とかなんとかっていうと、まあなんとか服装考えていかなきゃな、ほらまあ私結婚式呼ばれやしないけど呼ばれたって言っちゃしないけど、でもまあなんかっていう時に衣さえきれい、その沢木老師のお風呂のねその点ね、だからやっぱりもう、盆さんを惰性で続けてる方が便利だそれでいや白寿者の中山さんが言った、
先生みたいに盆山っていうのをうまく利用してる人いませんかね。本当にそうだね。これアウトサイダー、私は何から何までアウトサイダーできてる。の学生時代も石化運動が盛んでね、ストライキやってる。それも全くアウトサイダーで、関係ないような顔してた。だからまた沢木浪士の間っつって門下に入ってても、沢木浪士の門下の中でまたアウトサイダーとまた沢木浪士のあれは宗門からアウトサイダーでしょ、それのまた沢木門からアウトサイダーそれでもう全てアウトサイダーで来てるわけですね。でこれアウトサイダーっていうためにはね、これ一番その盆山っていうのはいいんだ。盆山だとちょっと、それでこの間もね、竹川清郎さんっていうね、折り紙作家で、ね、とてもいい折り紙をある人、京都の人、その人が亡くなったんだ。それで、折り紙協会のね、あれから電話がかかってきて、滝川先生が亡くなられました。それで今晩がお通夜で、明日お葬式です、明日何時からお葬式です。ああそうですかっていうの、何しろね、私のところ電話はないんだ本当はね。それなのに調べてこうかけて、近所へかけてくんだから、それ出ていくだけでももう腹ムシムシそこに持ってやったらお葬式のあれでしょ。ほいで、ああそうですか、私 お葬式嫌いやねん。どうもね、私ね、どうもね、あんまり正直すぎると適当な嘘はつけないほいで、ついその正直なところで、お葬式嫌いやねん。はぁ、嫌い。もうこれでもってあった。これね、宗教関係のね人だと、私がそう、大体まあ私にお葬式知らせに来やしないと思う。宗教関係の人は、何しろ沢木浪士のお葬式もしなかったんだ。沢木浪士のお葬式もしない男、師匠のお葬式もしない男っていうんで、もう宗門では売り込んでるからね。ところが折紙協会になったらそれ知らないもん。それで葬式の案内してくるでしょ、うん、まあそれにまあ後から考えて、もうちょっと適当な嘘言えないもんかってね、私もう本当にあれしたんだ。それでね、そのくらいね、要するに何ていうかね、全てから私まあアウトサイダーですけど、これやっぱりね、親父がやっぱりそういうとこがあって、そしてそれ持ってって、まあ沢木浪士についたっていうのはね、もう決定的になっちゃったんで、まあお許しください。でしかしね、だから、今この法華経の話なんかでもね、その文字通りね、これ法華経を文字通り、やあれね、ほんまに受けてるっていう人いるわけだね。まあ日蓮宗の一派なんていうのはね、あれだから、人に罵られたらそれの方が物的に何とか言ってこう闘争的になるのね。あれやっぱり法華経にそういう要素がある。これ法華経っていうのは一つの文学ですからね、文学として読まなきゃ。いや聖書のね場合でもそうだ。聖書を文字通りって言って、でなんか病気になった人、それをイエス様は祈りによってその治したって言ってね、病気になってもお医者呼んじゃいけないって、それで我々が祈るんだって言って、それでもって祈るって、こうなると新興宗教になっちゃう。その点ね、そのことに法華経なんていうものはそれこそ座禅を通していつでも読んでいないと話は間違う。でこれも
すべてですね、法華経はことに華やかなお経だから。しかしながらまた法華経っていうのは、昨日も言ったように一番また幽邃な話も出てくるんだしね。その幽邃な話をするのにまた非常に文学的に修飾するもんだから、それで非常に華やかなお経です。でそれの辺ね、どこまでも自己内面の話として受け取った方がいいと思うね。この、一つの仏さん、画像を拝むって、それのためにもう諸仏を見る因縁となるっていうのはね、これ本当にそういう文がある。自己内面の問題としてね、それ文字通りあれしてただ絵さえあれすればいいんだって言って、そんなもんじゃない。そうするとね、これ文字通りあれしたら宗教っていうのは非常にお金がかかる。私がね、今度の庄司ホック師匠をねあれするんでもそう、今の仏教の状態ね、みんなお葬式が非常にお金かかりすぎてんじゃない。つまり、なんだって言って一旦葬儀屋呼ぶと、なんだ水車持ち出して水車が笑わせちゃうの本当にね、そういう、ことをね、虚職があまりにも見当外れになりすぎて、そしてさ、本当にお葬式っていうのね、は死んだ人に本当に生じっていうことをどういうとこかって引導を渡すんだ。引導っていうのは引き導くはそれを今度はなんたらかんたらかっつとかなんとか言っちゃって、それは唱え事だ。唱え事で済ましてね、亡者で亡者相手に唱え事で済まして、そしてお金が取られてっていうの。そうするとこれね、私は仏教の坊さんがお葬式するのは悪いって言うんじゃないの。私はどうせね、人が死んで葬式するっていうのね、あれしたらお葬式の費用に坊さんにいくら取られた、あるいは隠語をもらったらどんなに、何百万円とか取られたっていうの、新聞の投書欄なんか時々出てくるあれは勘違いしてる。大体ね、葬式っていうのはね、後取りの人のね、回転披露だで、いやだって死んでる人がね、なぜ隠語が欲しいか、死んでる人は何も隠語なんか欲しかないんだ。そうすると隠語が欲しいっていうのはね、その後取りの人がその世間体のために、それで隠語が欲しいとか、立派な葬式、どういうおけさでいいおけさ着て出てくださいっていう、その坊さんは何人って言って、これはね、その回転披露するあれだね、後取りの人の世間的な対面の話でしょ。で世間的対面の話っていうんだったらね、派手にやりたいって言ったらお金出すのは当たり前だ。それをまたボンさんがもらうのは当たり前だ私は決してね、だからボンさんがお葬式してね、お金もらって悪いっていう筋は一つもないと思うただね、ボンさんがただそれだけやってりゃいいってもんじゃないやっぱりね、仏教のボンさんとしちゃもう全く誰にでもただで、そして死んだ人じゃない、生きてる人に生じってものはこういうもんだってね、引導を渡すっていうね、やつも一人ぐらいはいなくちゃならないんじゃないかって、そういう考えが私を今
庄司北師匠っていうものを課せたゆえんだ。そしてだからあれ誰でも欲しい人は封筒さえ私送ってくれば電話かけてきたって送んないからの封筒こうねに入れて送られる形にしたんだ。ああいうふうにねいかに安くねそしてただで配れるかっていうのは随分苦心したんだあれ模造紙をむつ切りにしてそしてこうあれ折りたたみやすいようにこの一つ折ったのところに線をつけといて一つ折ったらそれ二つ二つ二つとこうとこうなるそういうこれ折り紙のメイク初めから計算してそしてそこのどれだけの字数でもってどういうふうに収まるっていうのねそう苦心して最低限でもって最高の内容をもろうっていうのねそしてみんなタダで配ろうこれの生きてる人にも死んだ人にもその引導として渡そうっていう坊主に一人ぐらいそれぐらいのやつがいなきゃ坊主避難されてもしょうがないもんね一人でもいればああいうやつもいるんじゃないかってやるそれでまあそういうつもりでやってるでその宗教にお金かかるっていうのはね第一間違いだ俺もう本当にね宗教っていうのはあれでしょ誰でもお金の上げ方が少ないからお粗末な葬式うんと上げたから派手な葬式ってだからそれはシャバの話だ世間の話だ今本当の宗教の話としてはねその横浜でもって中学生からなぶり殺されたルンペンさんでさえちゃんと引導は渡したいんだがまたそういうなぶり殺した中学生にも引導を渡したいんだそういう点ね私のだから庄司北師匠はねこれからベストセラーにしようと思ってんだ何十億っていう人間に全部ねこれから配ろうっていう、ね、もう英訳も今トムライトにもうさせてんだそれで英語版もできるはず英語版ができたらドイツ語版フランス語版イタリア語版ってもうちゃんとできる道がついてるそしてこれからいやこの間もトムさんのあれやトムさんがね私があれ書いて印刷物ができた時頃ねトムさんお父さんがもう長いことないんですって言ってたからじゃあこれ英訳して送っとけって言ってトムさん一生懸命英訳したんだねところがその前にお父さん死んだって来たもんだからトムさんその原稿持って飛んでってそしてトムさんももうちょっと日本の坊さん並みになっちゃったからその死んだとこでもってそれ読んだっちゅうそれからまあ兄弟や親類の人にねその庄司北師匠の話したら非常にいいって言って喜んでくれたっていう牧師さんより良かったって言ったって言ってたからまあそれいいわそれでまあそのうちいやキリスト教で住む人はキリスト教でいいんだだけどことにね日本人はキリスト教じゃ住まないっていう人はいるんだやっぱり神様には抵抗を感じるっちゃってそれから今ヨーロッパは大体もう神様でいいんだキリスト教のねだけどアメリカとなるとその半分ぐらいは神様にその抵抗感を持ってんだね私が外人たち相手に、時々聖書引用して話すでしょそうするとヒッピーたちその聖書引用するのやめてくださいジンマシンが出るそれほどね抵抗感感じてるやつだからそういうのキリスト教で落ちこぼれたやつねこれにはどうしてもねいやキリスト教は宗教としてそれでいいんですよただね論理的に弱い神様って言ってね言うのを立てるってことはもう論理的に弱くなるだから私にキリスト教のその論理的欠陥を言わせんならいっぺんにバーってたくさん並べちゃうわそのくらいねあれなんだけれどその宗教としてはね
だから宗教の信仰態度としては、非常に深いところある。例えばあれですね、パウロのね、ロマ書に出てくるけど、信より信仰より出て信仰に進ましむっていう言葉が出てくる。これがね、今法華経の法華経でもね、それからまあ大乗仏教の深さの話ですよ。沢木老師が湧水って言った、その湧水のことがね、聖書にも出てくるわけ。信仰より入れて信仰に進ましょう。信仰信ずればこそなお信ずる、なお信ずるってね。で深くなって、でその点いいんだけれど、初めに神様立てるっていう点だけは論理的に弱い。それ論理的を問わないんなら、キリスト教の方が分かりやすいし入りやすい。だから初めから、あ、神様は本当に、最高の全知全能のね、お方なんだってもう信じられる人はもうそれでいい。だけどそれにそう信じられないっていうやつが悪な悪女いるからね、その悪な悪女どもをやれするのにはどうしても生じ北斗師匠じゃないとダメなんだで、そういうために法華経のことを文字通りやったら本当にお金かかる。そしたら、いや、だからどんな貧乏人でもいいって言いながらだね、そうなってくるとたくさんあげたやつと、ただ貧者の一等あげたやつとっていうのになると、坊さんとしてはどうしてもこれ差別せざるを得ないっていうところあるんだね。そうでないと、貧者の一等の人と、それからたくさんあげた人と同じようにすると、たくさんあげたやつが怒る。そしてもうあげなくなる。そうすると坊さんが干上がっちゃうそういうところがあるから、やっぱり。それでその点はね、そのお金、宗教自身お金かかるっていうんじゃダメだ。全くかからないっていうね。その一番全くお金かかんないっていうことは何かって言えば、例えば南無仏ってね、一言言ったらそれで救われるって、これはお金かかんない。それが大切なんだ。で今法華経はだから そういうつもりでね、今過去の日本仏教と、過去の日本仏教はね、お金だけかけてきてるでしょ。そして何、日本人にとうとう宗教っていうの何にも教えてこなかったね。よくこうバカなことをしたもんだと私は思う。その早い話が東大寺って言ったって、東大寺のね、大仏さん一つだってあれするのにとってもお金かかってるでしょ。それにまたそれの伽藍作るって言ったって お金もかかってる。東大寺だけじゃない、まあ法隆寺でも京都のお寺でもどれでもね、みんなお金かかってる。お金かけなくちゃ宗教が成り立たないと考えたら大違いだ。それで今今はどっちかっていうと、私は今この供養書物のね、あれも文字通り読んでいけば、文字の表面面読んでいけばみんなお金のかかる話してるわけだ。ところがその裏を読むとそうでないっていうことは言いたい。結局その家貧しいっていうことね、自分は貧しいって言うことなかれっていうあったでしょ。私は貧乏人だから宗教入れませんって言わなくていいんだ。とにかく今その仏さんに供養する、その仏さんも決して他人じゃない、私自身の仏さんだね。これに捧げる、私の生活を捧げるっていう意味で南無仏って一つでも唱えれば、それでもって私の生活、南無仏で南無仏の生活をするっていう、これはお金かからないんだ。である限りはそれをあげたらいい。しかしなかったらなかったでもいい。
それで結局ね、いたずらに行員を渡ることなかれ、石頭大師、武蔵大師曰く、行員虚しくは渡ることなかれと、ね、これをとにかく我々時間の使い方っていうのが大切だ。この時間の使い方っていうとね、思い出すけど、私が中学時代ね、そのあれと本屋行くとね、24時間生活法っていうのが、ね、ベストセラーになってて、うずたかくこう積んだ。それをこう開いてみるとね、そうすると24時間を細かく刻んで、それはアメリカの本を翻訳したもの。そしてあのいかにあの能率的に生活するか、それでそれがまあだから大正一桁の時代ですよ。アメリカ人というのは大正の一桁の昭和の一桁の時代にそうだったんだね。それでだから今から50年前、そしてアメリカ人なんてもうその頃から流れ作業でもってあの、いろんな仕事を工場でしてるわけだ。その流れ作業にするのにチャップリンのゴールドラッシュっていうのにも出てくるけどね、このこういうのを持っててあのネジを一つキュッキュッそうすると流れてくるわけだ。キュッで流れてくる、キュッそれでこうやってこれで一日中これやって、今度の昼に来てそのあのご飯食べに行くんでもチャップリンがねやってるのある、ああいう流れ作業はねもう50年前からやってる。そしてしかもそれの場合もこれもこのあれをするのにこのこうや流れていくのをこれをこの角度でこうこれをこう撮った方がいいか、これをこうかした方がいいか、それを計算してこれ写真に撮ったりなんかしてね、そしてあのどっちが能率がいいかってあの計算してさ、そんなの50年前からやってる。それを戦後日本人は真似してさ、そしてあの経済大国になったって言って喜んでるからね、バカだよその大体ね、その行為虚しく渡ることなかれって、そういうね時間を能率的にね、経済的能率を上げるっていうことが行為虚しく渡ることなかれっていうんじゃないんだ。要するにどっちの方向を向いてるかっていうことだ結局ね。何その経済的に豊かになろうって、その方向だったら全くあれだもの、その行為それぐるみ全部が行為虚しく渡ってんだ。そのご本尊さんが違う。ご本尊さんが経済経済経済って、そんなんだったら、いやだからさ、朝から早起きして、そうして働き詰めに働いてって言って、あの人は関心だって言って、何のためにやってんのかって言って、働き詰めに働いて金儲けして、そしてまあお金が貯まったら、楽をして、そしてそれからゆっくりその、観光旅行にも行ってって、それで目かけも持ってってそんなようになったら初めからね私みたいに寝てる方がいい私はその点だから、その寝る時にはもう一生懸命寝てるその無駄な動きはしないんだ。それよりもその狙いだけは、どっちの方向を狙うのかっていう、それだけは大事にして、そしてそのそれが行為虚しく渡ることなかれってことだ。その何でもアクセル働きゃいいってもんじゃない、対局まず対局から定めてかかんなきゃね。そうじゃないと全部が狂っちゃう。あの昨日も言ったように、この終局はね、我々 あの人生の終局は死ぬってことなんだ、ね、その死ぬってことでもって何もかも、パーになるようなことなら初めからやらない方がいいの。結局その死ぬまでの間に生と死と
超えたっていうね、永遠の生命を生きるっていう、そういうところがあって初めて行為虚しく渡ることなくっていうことが起こってくんだからね。その点だから仏さんをご本尊様にしない限りはみんな行為虚しく渡ってんだ。でいやまた仏さんというのは向こう側を言っちゃダメですよ。そうでない自己の本当のね、自己切りの自己っていうね、完結した自己切りの自己っていう、それが我々の場合いつでも完結していないでしょうが、自己切りの自己って言いながらね、やっぱり空気吸わなきゃ窒息するし、それからご飯食べなきゃ栄養不良になるし、それからなんだっていつでもなんかついついと不足 してるわけ。それでもってそれだけ他を追わなきゃならない。だから自己切りの自己の完結したっていうことはどうしても言えないもん。俺も自己切りの自己完結してるっちゅうね、ことはそれこそ過去の諸仏なんだ。過去の諸仏は自己切りの自己として完結してるんだっていうこと、そういう過去の諸仏に向かって今の昨日も話したその現実的この肉体を運んでな、で未来の諸仏が生まれ出るようにその供養するっていうのはこの供養諸仏の話ですからね。だからそれがその方向を見失わない、本当の意味の自己入りの自己として完結するっていう方向を 見失わないで、その今の一日を今を過ごすっていうこと、この全生活を挙げて全生活を挙げてそういう自己完結した自己入りの自己に捧げるっていうこと。で格のごときの功徳皆成仏、だからそういう自己切りの自己ね、働いていれば必ず成仏、過去現在未来同じカルメシ、さらに二あり三あるべからず、供養仏の因によりて差仏の顔を成ずる人格のごとし。本当にね、実際にやらないでね、そしてその結果が出てくるってことはないんだ。沢木老師がいつも言ってたね、こうすりゃこうなるそれからこうすりゃこうなるってね、いつも言う、ほら、こうやってこうやったいや、いつもやって見せてたそれでこれこうすりゃこうするかね、沢木老師がいつもそれやってた。その点必ずこうしたら喧嘩の姿勢だ、こうしたら拝む姿勢だ、それでそういう一々のね形がその結果をもたらす。龍樹祖師曰く、仏家を求むるがごとき一芸を三端し一能を傍聴し、この一能っていうのはね、南無っていうことをね、ボンゴで南無っていうんだからね、これ南無を漢字に書き換える場合に一能母って、書き換えた、書き換えようもあるわけ。一能母を称し一念香を焚き一芸を無言す、格のごときの商業は必ず差物を得る。これだからね、大乗仏教っていうのは素晴らしいでしょ。これ普通ね、いや私たったね、一能坊を称して、そして必ず差物を得る、こんなこと、バカなことあるもんかって、私、初めは思ってた。しかしながら、よく座禅して、よく話してみると、そうだね、これ、座禅してって、昨日も言ったけど、座禅してって、いろんなこう思いが浮かんできて、まざまざとさ、なんちゅう、我々の煩悩妄想のね映画を見せてくれてんじゃない。 それをでもって、あ、しまったって言うんで、そしてまた座禅の姿勢に帰ったって言うと、それがふっと消えるでしょ。このふっと消える一瞬だ、この一瞬だから、一能坊を称した時ふっとね、その
仏さんの世界が実現するってこと、これあるわけだ。これを頓行っていうね、善行じゃない頓行。それで一行も三端子だから、さっきも言ったその如来少年藩そのっていうあの一行一つでも、あるいは諸行無常是消滅法消滅滅意逆滅意楽っていう、一行でも、そういう一行を本当に三端してそして本当によく味わったら、それでもってその仏道を成ずるんだ。だから一芸を分をするって、これもお花を捧げるってね、お花一本捧げるって言うけれど、これあのこの心天津空にも花すの御代の仏に立てまつらばやっていう道元禅師の歌がある。この私自身の心をだね、お花にして、そして天津空にも花さのもう天地いっぱいの仏さんの御代の仏って三千の仏だ、それに私の心、私の心そのものを花にして お捧げする。俺の時にやったもう供養諸仏だ。それでそういうで格のごときの商業は必ず差仏は得る。これ一人龍樹祖師菩薩の諸説というとも、この龍樹菩薩っていうのはね、あのそのお釈迦さんから以後、700年経ってそして生まれた方だけど、この人はまたあの素晴らしい八宗の祖師っていうくらい、まああらゆるあの密教もね、それから念仏宗もそれから座禅の方もみんなの龍樹祖師を、龍樹尊者を祖師にしてるもの。それほどだから、その龍樹祖師の書かれたもんが第一度論っていう本があるわけだ。その第一度論、昨日もあれしてる第一度論ね、聞いてますが、あのそういうやっぱり重大な本なんですよ。で龍樹祖師菩薩の諸説というとも奇妙し立てまつるべし、要するに奇妙っていうのは生命の実物に帰るべしってことだ。いかに言わんや大師釈迦牟尼仏の説を龍樹祖師正殿雇用しましますな。これ大体が一能坊正説って言ったって、昨日もあのあれですね、庄司北書に私挙げてるように、一生南無仏海異常仏道って、これ法華経の言葉でしょ。それをただ龍樹尊者がこれ一能坊正師って言ってるんです。だから龍樹尊者だけの説であってもその奇妙をしなきゃなんないんだけど、言わんやね、その龍樹尊者はこのお釈迦さんの言葉をこの雇用正殿雇用の正しく伝えて、そして雇用してるんだ。だから言わんや、それをよく守らなくちゃいけない。我ら今仏道の宝山に登り、仏道の宝海に入りて、幸いに宝を取れるもとも喜ぶべし。これね、大体ね、生まれてきてっていうの言うことね、こういう今度もよくそう言って話してるけど、私なんか本当にこの世の中に生まれてきたことでのは良かったと思うことは一つもないんだ。あの下ろしといてくれたらよかったのにといつでも思ってそれでそのしかしながら、まあ、生まれてきて仏道にあったっていうことは結構だ。生まれてきたらね、こんなみんな情けないね、これ生まれてきてよかったと思ってんだからお粗末なんだ本当によく考えたらね、生まれてくるってことは本当につらいことだよ。それをまあその中にあって仏道に出会ったって、これそれで初めてありがたいってことに妊娠受けがたして、仏法のことまれなりって書いて言うけれど、妊娠受けやすしの本当に受けやすしで、しかしながら仏法のことまれないんだ。本当は仏法に出会ったって、この本当のね、あの生命の実物っていうね、そういうまあこの地球上これだけの人間がいて、
仏法っていうものを本当に生命の実物をみんな生きてんだなっていうとこから出発するやついないじゃないか。みんな昨日も言ったようにその俺と世界とって別々のとこから出発して、俺と世界とこう関係し合うところに俺の経験があるとか、そういうふうな考え方でしょ。俺全くあの生命の実物生きてない。そうでない仏法は初めから生命の実物生きてるんだ。だからそれを深めていくっていうね、その方向なんだから。でこの仏道の宝山に登り、仏道の宝海に入れて幸いに宝を取れる、元も喜ぶべし。これ本当にね、せっかくね、いやこれ二層さんになるっていう人もたくさんいるわけで、二層さんになったら少なくともこれ女の人頭をこう伸ばして頭反るっていうんだからね、男より抵抗感があると思う。それでも反ったんならこの仏道っていうのにやっぱり出会わなきゃ本当に意味ない。生命の実物っていうのね。そしてああ二層になってよかったって、これシャバーに生きててまた子供を産んで、それでその子供がまた苦しんでっていう、そんなのが永遠に続くっていうのはこんなのやりきれないそうでない本当にの仏道に入って本当に完結した自己切りの自己になるっていうね、自己切りの自己を生きるって、そこの生きる方向を本当に知らなきゃな。皇后の区別の力なるべし。まあとにかく我々が仏法の話を、まあこれでもって今ここでもって皆さんが仏法の話を一応私から聞いてる。これはね皇后の因縁だ。そしてそれっていうのはこれだけ の日本っていう国だけでも1億いるんじゃない。それでも仏法の話聞いてるやつはいないんだもん。それで本当に仏法の話ね聞くってことはこれは素晴らしいね、そのありがたい因縁だと考えなきゃ。そして皇后区別の力だ。このそれっていうのは今までにあなた自身がその仏さんを供養してきたから、それで必ず砂仏を売ることを歌おうべからず。それだから一旦そのあれですね、仏法の話が耳に入ったらそれは今すぐどうってことなくても、必ずいつかそれが因縁となって砂仏する。この仏教の話は本当にその点をあれなんですね。この我々宗門でもって昨日も言ったけど三道会法教三昧を読んで、そして毎朝ね利和子仏大王将式仏大王将って言ってね、で釈迦牟尼仏大王将摩訶迦将大王将阿難陀大王将って小直子大王将って言ったら、そのためにそのお拝してるわけだね。とそのずっと歴中つながってね、沢木浪士で81代目だ、私が82代目だだからね、私は沢木浪士の人瞳を、私の目瞳は沢木浪士の瞳を映した瞳だ。ところが沢木浪士は上国善光大和尚の瞳を映したんだ。その上国善光大和尚は上流広報大和尚の瞳を映した。それからまたこうやって82代遡るとね、阿難陀大和尚の瞳を映したて祭り、その阿難陀大和尚の瞳は釈迦牟尼仏大和尚のその瞳を映したて祭ったんだねつまりお釈迦さんの顔を見た摩訶迦尚、そのあれを見た阿難陀大和尚、小直子大和尚とこうやってだんだんこう来て、そうしてだから82代すると私の瞳になって、その瞳をまた皆さん見てるあら素晴らしいねそういうようなね言い方がね、仏教のね言い方だ。でまた次に松陰大化松陰大法あり、
仏道を求むるがごとき、一芸を参じ、ひとたび南無仏を称し、一念功を託く、必ず砂仏を得る。いかに言わんや諸法実相をもんの不生不滅、不不生不不滅を問知して、因縁業を行事、失せざる親。これも、だから、ひとたび南無仏っていうことは素晴らしいことなんだっていうことね。とにかくこの自分の人生の方向はどっちなんだ、南無仏なんだ、南無仏ってなんだ、結局生命の実物に帰ること、そっちの方向を向いてる、そういうことだね。そうしたら生命の実物の方向、完結した自己切りの自己の生命の実物、生命入りの生命、そっちの方向を向いている限りはいつかそれに乗ずるわけです。だからそれに向かって今の今日の生活をできるだけ捧げる、そういうつもりであった毎日の生活してごらんなさい。俺らがね、また新しい世界がね開けてくるんだ、事実。そしてそれで一年功を託って、一つのお功を託、そうしたら必ず砂仏を得、いかに言わんや諸法実相を問知して、これ諸法実相っていうのをね、もうしばしば言っている生命の実物だ。この生命の実物は不生不滅だ。で、不不生不不滅っていうのは、不生不滅っていう名前さえも隠れちゃった。